これから日本酒の酸度を測りたいと思います。これが指示薬を赤い指示薬を入れた 10ml の日本酒、これはもろみをろ過したものなので、ちょっと酸度は高めですけど、この赤い色が緑になるまで10分の1規定の水酸化ナトリウム、アルカリを、入れていって、酸が中和されるところが酸度なんですよ。じゃあこれから少しずつ入れていきますね。見えるかな？赤色がね、どんどん少しずつ変わっていきますからね、見ててよ。変わってきましたね。で、緑色になるところが、はい、これが酸度ですね。今日は 2.6 です。これをもっと入れていくとね、青色アルカリの、ほら、どんどん青色になっていくでしょ。ここまでは入れすぎですけど、緑色になったところが酸度です。今日は 2.6 でした。このように酸度は測ります。もろみ中の酸度の分析っていうのは、しっかりもろみに酸があって雑菌を防いでるかなとか、逆に急に酸度増えるとちょっと発酵がおかしくないみたいな、そういうしっかり発酵ができているかどうかをチェックするっていう目的がありますし、あと普通の製品の酸度っていうのも、商品としてのね、日本酒の中に酸がこれだけありますよとか、裏ラベルに書いてある製品も、うちはないけど他の他社さんとかありますけど、酸が多いイコール辛口に感じるとか、いろいろ、酸とかアミノ酸とか日本酒のバランスで、あと体調とかも日本酒のって飲むときは関係するので、あんまり分析値にとらわれず、特に製品商品飲むときは体で感じてほしいと思います。はい、日本酒って楽しいね。